五冠末期、長く続いた漢王朝の世は斜陽の時を迎えていた。漢安の跋扈と外戚の戦王、それら政体の腐敗と天変に困窮する民、誰もが苦しみ嘆き憤り、今日に続く明日が見えずにいた。そんな中、太平道の教祖張覚が神道を率い蜂起。その動きは瞬く間に各地に広がり、一大反乱となった。後に言う黄巾の乱である。朝廷はこれを鎮圧すべく討伐軍を結成、各地で軍友が立ち上がる。そんな中、ここに三人の男が立つ。劉備、あざなお玄徳、中山聖王の末裔を称し、民の苦しみを嘆く男。そして劉備と義兄弟の契りを結んだ二人の豪傑、関羽と張飛。大きく時代が動き出す中、男たちは戦いへと踏み出す。いざ、劉玄徳、大志を掲げ進まん。してくれよな。しかし彼らは飢え苦しみ涙した果てに立ち上がった民であろう。それをやれやれ、そんな調子じゃさっきの誓いもすぐに破れちまうぞ。いかにも我らの兄者となられたからには、乱世を進む気概を示される。ああ、そうであったな。我ら、志と命を一つとし、この武、この義で乱世を打ち払わん。行こう、我が兄弟たちよ。黄巾刀の領袖張覚を倒す。乱を鎮圧し平穏を取り戻すのだ。まずは討伐軍本体と合流する。黄巾の勝を打ち捨てすのだ。さあ来やがれ、お前なんざひとひねりだ。これで勝ったと思うなよ。敵将討ち取ったり。本陣が陥落しては我らの敗北となる。急いで救援に向かうぞ。霊媒実現。
なんだ、幽閉。さっさと戦え。なんだ。助けてもらっても偉そうによ。霊媒神殿。気にするな。私は民のだ。乱を収めるだけだ。よく頑張った方かの。おお、ここで援軍とは。憎いことをしてくれるの。あれ、あれ以上は持たぬか。あれ、霊媒神殿。どうなん、攻め抜け。宇宙の強さ、ここは行く。敵将討ち取ったり。黄金刀など所詮この程度よ。気に押しつぶせ。この乱は勇気への足がかり、我らも遅れを取るでないぞ。ここからは二手に分かれよう。私と翼徳は東へ、軍長は西を頼む。おう、分かったぜ。東ってことは討伐軍本体の方だな。助けてください。仲間が黄金刀に襲われているだ。目の前に騒乱に泣く民が。俺を救わずして何が大事か。ええ、彼らは軍港を立てねばならぬ。民などに構っている暇はないわ。あの曹操君の見事な戦ぶりだな。英傑とはこのようなものに見えるね。大したもんだぜ。何じゃ。おお、ここで援軍とは。戦を分かっておるようだ。よくやった。その働きを覚えておる。ところまで消えろって、俺の楽しみを邪魔するんじゃねえ。なんで終わらせんよ。力ある門番を使わせたもん。Yeah!
となろうぞ。やるな、大したもんだぜ。これ以上は持たぬか。こそが世を導く唯一の光、アンジラに邪魔はさせず。ガンエボスの痛みを封じる。何が光だ。この人間徳が成敗してくれん。この理想を返せる。ならば我が最大の術を喰らうがよい。天よ、この者を討つ裁きのいかつじゃ。妖術を使い続けられこちらが不利だ。隙を見て攻撃し奴の集中を妨げるのだ。兄上の邪魔はさせぬ。我らの最後の力見るがよい。無事で
何を。よっしゃ、三人揃ったところで矢玉太一と行こうぜ。なんて終わらせん。我を討ち、黄金の粉を罰するか。万事だわ。それで死した天がよみがえるとでも思っておるのか。ああ、天など私にはわからぬ。そして私はお前を斬ることも民を罰することも望まない。世を乱したことは罪。しかし人の心はそれを許すこともあがなうこともできよう。太平道の教祖張覚よ、お前は棒を捨て心で民を支えよ。なんという、そなたは皇天をも超えゆくものか。ならば我はそなたの導きに従おうぞ。おお、なるほど、ありがたいことだもんな。くっ、甘っちょろいことを。いや、これでよい。見よ、民の喜ぶ顔を。はは、なるほどね。我らが朝廷龍玄徳の歩みはここから始まるのだ。